曲がったことが大嫌い。原田泰造は夫婦で貯金していたお金をこっそり使ってしまい、奥さんに叱られて泣きながら土下座をしたところ、子供が遊びでお馬さんごっこと勘違いして上に乗ってきた。ビールの CM に出演していたが、実はお酒が苦手で飲むと必ず吐いてしまうので、撮影時はビールに似せた飲み物を飲んでいた。昔の番組で女性を巴投げしていたが、放送倫理委員会から女性を投げる時に下着や肌を意図的に見せるのはセクシャルハラスメントや女性蔑視に当たると指摘され、それ以後できなくなった。ネプチューンを結成して3ヶ月の頃、当時付き合っていた奥さんが妊娠したことが発覚。給料が月3万しかなかったため、ネプチューンを脱退しようと決意。名倉と堀内に芸人を辞めることを伝えると、2人からめでたいことやからええやん、頑張れ